米交渉をめぐって国際情勢が極度の緊張を示しているとき、東亜新秩序建設に具体的第一歩を印した日満華共同宣言1周年が訪れました。その記念日の11月30日、大政翼賛会大日本講和同盟では東京に国民大会を開催。李満州国大使をはじめ、はるばる南京から国民政府陳内政部長も参列。決命1周年の喜びを語り、極東の平和を生み出す者は断じて許さずの誓いを固くしました。最後に当時の全権大使安倍信行大将が一か年前の苦難を語り、盛大なる国民大会の幕を閉じました。